you could be the one to join me. はい、こんにちは、シロです。今日はマーダラスパー説をやってるんですが、NPC に扮して。すごいんだけど、今 AI と戦ってます。こんな感じでちょっと早くしろちゃん上手でキルしてしまったんですが、キルしていきます。やばいやばい、しろちゃんやばい、しろちゃんやばい、ちょっと説明ができない。この露出って書いてあるじゃないですか、今あのゲージがいっぱいになると白を狙ってるハンターに白の場所がバレちゃうんですね。なので定期的に NPC に扮してこういう円の中に入っていかなくてはいけないです。近いね。で、白は白で獲物を追ってます。お分かりいただけるでしょうか。で、今白のどれ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 、え、お前、え、どれ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 、あ、お前か、こいつですね。キレします。あがってない、やったー、嬉しい、魂が浄化されてきました。え、こんな感じのゲームになっています。で、ポイントとしては露出した状況はかなりまずいので、定期的に円に入って露出ボーナスを回復させたり、どうなんでしょう。でも警官の前でやっちゃうと、それだけで罰せられちゃったり。お前、怪しくね、怪しいね、お前だねはい。あとは、アイテムとかがあって、強い殺傷能力の高い武器をゲットしてる最中。え、こいつ？よし、めっちゃ嫌いです、めっちゃ嫌いです。しろちゃんうまいのでは、え、うまくない、今度開花にいますね。ハッターフィッていう感じでね、しろ自身も狙われてるので、変な行動してるとキルされてしまいますっていう作品です。多分オンラインはもう話が別だ、もうなんかもうほんとせちがないと思うんですけど、一応やってみよう面白い、面白い。で、ちなみに強い武器を取らないと多分話にならないと思うんですけど、武器取ってる時にバレちゃうんですよ。NPC は武器を取らないので。いやー、で、パークとかいろいろあるので、ちょっとずつ強い目ぎつねになっていきたいなと思います。白いはとてもご機嫌ですね。うわしうわし。取れ高がうわしですね。うまーしー。白今これつけてます。このスカベンジャーっていう武器を持って出現するっていう。このね、チョップとかね、バックハンドってやつ。楽しみ！もうなんか、絶対やばいと思う。オンラインなんで、もう、キルし、キルされる。こっちはこうですね。どれどれ？ここ広くない？そして。怪しくない？あいつハンターっぽくない？うわっ、今のこいつハンターっぽいぽいぽい、マジ怖しい、怖しい、うまいだろお前、お前うますぎるだろ、疑わしい行動なんてしてないでござるござる、せちがらいせちがらいなんだね、君たち。君たちは何なのかね、日頃からアサシンなのかね、もしかして。あーあー、お前ハンターだろ、絶対。すごい、シロちゃん、華麗にやり過ごす、華麗にやり過ごすめっちゃ楽しい、なんだこれは。はい、はい、あ、お前はオンラインで人をキルしました。あ、めっちゃ嬉しい。ワイの、ワイのキラーさんよ、よよ、ワイを見つけられずに、おお
恐れおどついているであろう。ふふふふ。ワイヤーも次の獲物を発見したで。え、獲物に気絶させられたの。最強やん。お前見つけ取ったのに。やっぱそうか、なんか道に仕掛けられてるんだな。ワイの右の方、確実にこれまずいよ。右の人今変身したよね。これまずいよ。ハンター接近中っていうか、白がハンターに接近してる。やばい、これはまずい。え、絶対シロちゃんのハンターだって今の。え、シロちゃん操作なくない？うまいのでは。このゲームめっちゃ楽しい。楽しいですね。あいつ NPC ではない。あの舞妓はんは NPC ではない。動きがおかしい。見てこの華麗なカメラワークを一切気にしない、この NPC らしい動きだけを追求した。超快快。曲がり角がね、間取り角の怪しさよ。これ足早くなったらもう、でも戻れない。怪しい行動するわけにはいかない。あ、妖怪？マジ？来てる。え？お、すごくない？シロちゃん。シロちゃん、つまり正解だったってことだよ。かなり近かったってことですよ。え、なんか近くでザシュッてこうし合ってる音がする。あいつ足、あの場清楚清楚。あのビビー、足速かったぞ今。白を見逃さなかったぞ。下行ったん、オビアさん下行ったんか。あー、そのヒケちゃんみ怪しいな。白のこと追ってそう。あー、疑心暗鬼、疑心暗鬼が止まらない。今いた。白のことを目視した。今進行方向を変えたあいつだ。あの、あいつかもしれん。あ、上階ってもなんか確実に違うじゃん。何を言っているんだね、シロちゃんは。え、めっちゃ楽しい、これ。怖い。え、わからない。お前だ。やった。どいつ。え、どれ。あ、ユウだった。今目の前にいたよね。分からなかった。あ、変装してたんだ。変装こうやって掴んだ。シロちゃん強いです。めっちゃ面白かった。はーい、ということで、え、ちょっとデッドバイデイライト以来にシロ本気で楽しいと思ってます。最高のゲームを見つけましたね。面白いですね。そこでシロちゃんは一体何の罪で追われているんですかね。罪深きシロちゃんでした。ご視聴ありがとうございました。次はあなたを捕まえ